今日は後輩投株として個人投資家に人気の東京海上ホールディングスの株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。今回は先日お届けした YouTube ライブの中で質問が多かった銘柄の株価見通し解説をお届けしたいと思います。取り上げるのは東京海上ホールディングスです。損保業界トップの企業なんですけれども、ちょうどライブをお届けする前日に3メガ損保の決算発表がありまして、3社ともに純利益が下振れするという決算内容でした。そのこともあって今後の見通しを知りたい投資家さんが多いのかなと感じました。そんな東京海上ホールディングスの今後の株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずは東京海上ホールディングスのビジネスモデルを紹介します。東京海上ホールディングスは1879年に日本初の損害保険会社として東京海上保険会社が設立されたのが始まりです。1880年にはロンドン、パリ、ニューヨークで元請け営業を開始しまして、創業当初から世界を視野に入れた事業展開をしてきました。1890年に海上保険の本場イギリスに3カ所の代理店を設置したことで、1891年には海外での船舶保険料収入が全保険料収入の 50% を超えるまでに急成長を遂げました。しかしリスクが高い物件を多く引き受けたことで収支が急激に悪化しまして、経営危機に陥った時期もありました。1914年には国内に車が1000台ほどしかなかった時代に自動車保険を発売しています。戦後のモータリゼーションで契約件数を伸ばしまして、現在では国内契約数はグループ全体で1500万件を超えるまでに成長を遂げています。第二次世界大戦後は海上保険市場が縮小したことで、戦後4年間の正味保険料も終戦前に比べて約 40% にまで下落しました。その対策として火災保険に注力しまして、海上保険だけに頼らない柔軟な戦略によって戦後の逆境を乗り越えて業績を回復させることに成功します。当時自動車事故があっても被害者は泣き寝入りというケースが多かったんですけども、妥当な賠償水準を作るという社会課題の解決に向けて1959年に日本で初めて賠償責任保険を発売します。1996年4月に新しい保険業法が施行されまして、子会社を通した生命保険と損害保険の相互参入が可能となりました。これを機に東京海上日動安心生命を設立します。2002年には生損保一体型商品である超保険を開発します。バラバラで分かりづらい様々な保険を一つにまとめるというお客様本位の発想から生まれたこの保険は、商品の魅力の向上と販売システムの改良によって契約数を伸ばしています。2008年にイギリスのキルン社、アメリカのフィラデルフィアコンソリデイディット社を買収しまして、欧米市場での本格的な事業展開を開始します。それ以降も海外での成長機会を求めて、2012年にアメリカのデルファイファイナンシャルグループ社、2015年にはアメリカの HCC インシュアランスホールディングス社を買収しています。買収してきた企業は成長性と収益性が高く、既存事業とのリスクの重複が少ないことから、東京海上グループの資本効率の向上と利益成長、安定的な経営基盤の構築に貢献しています。現在は業界で唯一全自動車メーカーと取引がある自動車保険や火災保険を中心に国内損保ダントツ1位の存在となっています。また財務力にも定評がありまして、今後も M&A を通じてグループの規模を拡大していくことが期待されます。続いて東京海上ホールディングスの直近の決算内容を解説します。2022年3月期第2クォーターの決算発表なんですけども、経常収益は3兆4076億400万円前年同期比 18.1% 増、経常利益は1097億1500万円前年同期比 70.1% 減、純利益は865億1700万円前年同期比 67.9% 減となっています。収入保険料は国内は堅調、海外も両立の改定や引き受け拡大で想定以上に伸びています。一方で国内では6月に関東地方で氷が降る被害が発生しまして、9月にも台風の被害が発生しました。またアメリカフロリダ州に上陸した大型ハリケーンイアンに関連した自動車保険や住宅の被害を保障する火災保険でも保険金の支払いが増加しました。また台湾政府のウィズコロナへの政策変更で持ち分法会社の保険金支払いが増加したことで910億円の損失を計上しています。コロナへの感染や隔離時に保険金を支払うコロナ専用保険を販売しておりまして、94万契約を保有しています。その保険金の支払いが増えておりまして、累積感染者率を 44% と想定して2022年通期で2077億円の最終赤字を見込んでいます。東京海上ホールディングスは持ち分に応じて損失を計上した形です。2023年3月期通期の業績については、経常利益を従来予想の6000億円から4700億円に 21.7% 下方修正しまして、純利益は前期比 12% 減の3700億円になる見通しで、共に1点減益見通しを発表しています。
そして東京海上ホールディングスは2023年3月24日を期限に発行済み株式の 1.2% にあたる500億円2500万株を上限に自社株買いすると発表しています。現役ながら増配に変更はなく、自社株買いの株主還元を実施したことは株主にとってポジティブサプライズでした。続いて東京海上ホールディングスの株価見通しをお伝えします。まずはここ10年間のチャートを見ていただきたいんですけども、下値を切り上げながら右肩上がりの上昇を遂げてきています。特にコロナショック以降は M&A で海外の保険会社を買収した成果が顕著に業績に貢献してきておりまして、上昇幅を大きく上げてきています。コロナショック前の2105円60銭というのが上場来高値だったんですけども、そこを超えてからは青空天井のような上がり方を見せています。東京海上ホールディングスの本日の終値は2910円50銭で、年間配当金は100円を予定しています。よって配当利回りは 3.4% となります。ちなみに東京海上ホールディングスは株の集大成を行っていません。業績は前期から減益見通しを発表したんですけども、それでもコロナショック前よりも高い水準を維持しています。グループとして成長を続けておりまして、堅調な業績は株価の下支え要因になってくると思われます。3メガ損保揃って通期の純利益予想を下方修正したわけなんですけども、翌営業日の動きは二分しました。東京海上ホールディングスは上昇、 MSAD は下落、そして損保ホールディングスは大幅な下落という形になりました。この二分した理由なんですけれども、東京海上ホールディングスは自社株買いの発表があったためと言われています。株価下落によって MS&AD の配当利回りは 4.8%、 損保ホールディングスは 4.4% となっていまして、配当金収入狙いとしてはかなり魅力的な水準となっています。一方で東京海上ホールディングスに関しては株価が上昇しましたので、配当利回りは 3.4% です。配当利回りだけで見れば MS&AD と損保ホールディングスが魅力的に見えるんですけども、今後の企業としての成長性という観点で損保株を買うなら東京海上ホールディングスという選択になっているんだと思います。これはメガバンクにも同じようなことが言えまして、配当利回りだけで言えば三井住友やみずほの方が上ということになるんですけども、三菱 UFJ が買われやすいというのは業界トップの安定感と今後の成長性という部分が株価に現れていると思われます。今後も盤石な財務力を生かして M&A によって事業規模を拡大していくと見られていまして、派手さはないんですけども、このように着実に業績を伸ばしながら株価も上げていく企業だと思います。それにつれて段階的にではあるんですけども、増配も期待できることから中長期保有で成果を期待していきたい銘柄だと思います。ここ直近で3分割の株式分割も行いましたので、買いやすくなったということで個人投資家の人気も上がっていきそうです。日足週足ともに長期の移動平均線が下支えすると予想されることから、直近の安値圏の2600円台に差し掛かったタイミングではおしめ買いを検討しておきたいところです。続いて東京海上ホールディングスの今後の懸念材料についてお話しします。懸念材料は自然災害による経済損失です。自動車保険や火災保険が収益の中心である関係上、予期せぬ災害に見舞われることは収益ダウンにつながってきます。契約者は予期せぬ事故や災害に遭った際に保険に入っていて助かったという話なんですけども、保険会社にとっては大きなマイナスになるトレードオフの関係にあります。例えば冬場になりますと雪害などの影響が懸念されることから、思わぬ大規模な自然災害が発生したことによる保険金の支払いの増加には注意が必要です。今日のまとめということなんですけども、東京海上ホールディングスは損保業界トップの安定感がある上に配当利回り 3% 以上の高配当株であることから魅力的な銘柄だと思います。10月に3分割の株式分割を行いましたので、買いやすくなったということで今後個人株主も増えてくると思われます。現在株価は上場来高値を更新中ではあるんですけれども、今後も海外事業を中心に着実に業績を伸ばしてくると予想されることから、株価の上昇と増配をダブルで期待できる銘柄だと思いました。今日は高配当株として個人投資家に人気の東京海上ホールディングスの株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。